それでは問題文読み上げます。右の図において、白い四角は正常男性、白い丸は正常女性、黒い四角は赤力四角以上の男性を示している。赤力四角以上の遺伝子をスモール A、正常遺伝子をラージ A とし、ラージ A とスモール A は X 選手個体上にあるとする。ラージ A はスモール A に対して優勢、献性である。1から4の遺伝子型として正しいものを丸1から丸5から選べ。なお、複数可能性がある場合は可能性のある遺伝子型を全て選べ。 こういう問題に出てくる XLargeA っていうのは別に XLargeA っていう遺伝子があるわけじゃなくて LargeA っていう遺伝子が乗った X 染色体を表しているのね。XsmallA も smallA っていう遺伝子が乗った X 染色体を表しています。こういう問題を解くときのポイントは次の2つです。わかりやすい男子から埋める。そして XY 型の生物は性染色体を必ず母から1本、父から1本もらう。では問題解いていこう。まず分かりやすい男子から埋めます。1番は X ラージ AY で確定。男性だから XY。もし1本しかない X にスモー A が乗っていたら色覚異常になってしまう。だから X ラージ A で確定。 一方、3番の男性は、x s a Y で確定。もし、X 染色体に Large A が乗っていたら、この人は正常になってしまう。だから、x s a を持つで確定。さて、3番の男性の Y 染色体は、父親である1番からもらったものだ。したがって、3の男性の x s a A は、母親である2番からもらったものだとわかる。 XY 型の生物は性染色体を必ず一本ずつ父と母からもらうんだったね。そして2番の女性は正常なんだからもう一つの2番の女性の X 染色体にはラージ A の遺伝子が乗っているとわかる。もし2本とも X 染色体が Xsmall A だったら色覚異常になってしまうよね。続いて4番の女性について考えよう。まず、 女性は2本持つ X 染色体のうち1本を父親から受け取る。4番の女性の父親は1番。1番の持ってる X ラージ A の染色体を4番は受け取ります。念のため確認するけど、1番から Y 染色体をもらったら男性になってしまうからね。父親から Y をもらうと男性に、父親から X をもらうと女性になるんだね。今回4番は女性だから、父親からは X をもらっているよ。 もう一本の X 染色体は2番の女性からもらうわけだけど、だけど、ここに X ラージ A が入っても、X スモーレーが入っても、4番の女性は正常になるね。2番から X ラージ A をもらおうが、X スモーレーをもらおうが、この問題の条件には合っているね。ということで、可能性があるものをすべて選べって言われてるから、4の女性については、丸2番と丸3番を選ぶ。 答えはこのようになります。じゃあもう一問問題解いてみよう。4が X ラージエ、X スモール A であったとする。4と正常男性との間に男の子が生まれた場合、その男の子が赤力色覚異常になる確率は何パーセントか。こういう問題では、性染色体ごと遺伝子を表にぶち込んで、表の中で子供を作ります。 黄色い枠の中が生まれてくる子供を表しています。卵や生子には性染色体が一本ずつ入ることもチェックしておきましょう。今回の問題の場合、母親の卵には、Large が乗った X 染色体が入っているものと、Small A が乗った X 染色体が入っているものとがあります。そして父親の生子には、Large A が乗った X 染色体が入っているものと、Y 染色体が入っているものとがあります。 それらが受精して、黄色い枠の中の子供が生まれるわけです。今回は、男の子が生まれた場合っていう指定があるから、赤い枠のところを見る。X small AY、積力式覚以上になるのは1 2分の1。ね、確率は50%だね。なので50、50%が答えとなります。では、お疲れ様でした。もう一度復習してみてください。